ジョン・ジュニア・ローズボロは、アメリカ合衆国をイを州アシュランド軍がアシュランド出身の元プロ野球選手、右ト左ヒ1952年にブルックリン・ドジャースと契約して、プロ入り。1957年にメジャーデビューすると、翌1958年からは、交通事故で、再起不能となったロイ・キャンパネラに代わって、正捕手となった。ドジャースの力投手陣を、リードで支え、 サンディ・コーファックスの4回のノーヒットノーランすべてにマスクをかぶった。トール・塁阻止も422の効率で打撃では1961年に自己最多の18本塁打59打点を記録した。1965年8月22日のサンフランシスコジャイアンツ戦で投手への返球が頭部をかすめたとして打者のフアン・マリシャルと口論になりバットで殴られる。 この件でマリシャルを告訴したが後に和解し、マリシャルの殿堂入りを求めるキャンペーンにも協力した。その後はミネソタツインズを経てワシントンセネターズでプレイの1970年を最後に引退した。ありがとうございます。